落成中学校、高等学校。落成中学校、高等学校。落成中学校、高等学校は、京都市北区に所在し、中高一貫教育を行う私立の男子中学校、高等学校。カトリック系、ミッションスクール。高等学校では生徒を募集しない、完全中高一貫校。カトリック教会の修道会である生、ビアトール修道会が、 満州国で経営していた赤月東中学校が母体となっている。第二次世界大戦後、激化する国境内戦を避けて、京都の本校と台湾、第中市守れ堂高級中学に分散移転した。1952年に中学校が、1955年には高等学校が創立。キリスト教精神、カトリックに基づく、 全人教育を掲げており、神父及び修道士が現在も教職員と共に活動している。カトリック系の男子ミッションスクールとしては京都で最も長い歴史を有している。2010年、中高学校法人として初めて国連グローバルコンパクトに加盟した。遠隔説の主要な出典は公式サイト、母体である聖・ビアトール修道会は、 1831年にフランスのリーヨン市においてルイ・ケルブ神父がカトリック精神による青少年教育を目的として設立した修道会である。ビアトールの名は4世紀頃にいたとされる教育者性、ビアトールを守護者としたことによる。性、ビアトール修道会は世界各地でミッションスクール、ビアトール学園を運営しているが、本校は日本で唯一のビアトール学園である。 第二次世界大戦前の1930年代、聖、ビアトール修道会は、満州の紙幣街、現在の中華人民共和国吉林省紙幣市に、暁東中学を設立し、当時の満州国政府からも認可を得た、アジアにおけるカトリック教育の拠点とした。この学校が、本校の前身とされる。しかし、第二次世界大戦後、中華人民共和国成立に伴って、 中国大陸では宗教教育を行う学校が維持できななった。せいえ、アトール修道会は1948年に日本での活動を開始するが、中学、高等学校の設立を希望する修道会と発足から間もなく、館内に教育機関を持たなかったカトリック、京都市教区、東寺地牧区との間で希望が一致したことから、修道会は京都に 日本本部を置くことになる。1951年に学校法人として認可され、1952年に中学校が、1955年には高等学校が創立された。クラス編成は、一家のように推移している。京都における伝統的な進学校で、1学年は200名教である。京都大学、国公立大学の医学部を目指す学生が多い。 例年、京都大学へは五十名以上の合格者を輩出し、過去には百名以上を送り出していた時期もある。首都圏の大学については、東京大学へは十名前後、慶応義塾大学、早稲田大学へも一定数の合格者を輩出している。二千十八年、平成三十年の大学別合格者数は、京都大学が四十二名、医学科五名、京都府立医科大学が九名、 その他国公立医学部が二十六名であった。また、首都圏の大学では、東京大学が十名、慶応義塾大学が十四名、早稲田大学が十五名であった。京都市の公立高校は、かつてそのほとんどが制服を定めず、私服で自由な校風が特徴的であったが、落成中学校、高等学校では、カトリックの教育理念に基づき、 創立以来制服が定められ、その着用が厳しく指導された。型は、創立以来基本的には、普遍で、交渉が刻まれた五個の金ボタンで前を止める紺色の爪襟学生服である。ただし標準型とは異なって、上着の襟、打ち合わせ、脇ポケットの蓋などにオールステッチが入り、胸ポケットと、袖ボタンがない。ズボンは、上着ととも切れで、ツータック、尻ポケットは、 雨ふたつきとされている。爪襟は内側にプラスチック製の白いカラー、左襟に交渉、右襟に金文字の学年賞を装着する。中学が1、2、3、高校は I、2、3。かつては完全オーダーメイドで、爪襟が標準より若干高くきつめに仕立てられていて、その襟元を常時止めることが求められた。現在は既製品となり、 襟が低くなり、首回りも緩くなったほか、服装基準が緩和され、セーターとベストも定められて、夏服期間の涼しい時に着用可能となった。5月初旬から11月中旬は、夏服期間であり、学校指定の赤みがかった、グレーベージュ、両胸に、蓋付きポケットのカッターシャツ、長袖と半袖を設定、冬と同型、同色で、 生地が薄い夏服用ズボンを着用する。1982年頃まではカッターシャツの胸ポケットの蓋に冬服の襟章を装着したが、現在は交渉が刺繍されている。なお、夏季は学年賞を装着しない。紺色の生地に交渉をつけた独特の型の製帽もあったが、現在は着用が自由化されている。文化系と単系を合わせ、学校が クラブ、部や、同好会での活発な活動を推奨しており、高校2年まではクラブもしくは同好会への入部が義務付けられている。県部もクラブ、同好会合わせて3つまで認められている。クラブ、同好会は、活動内容には大きな違いはないが、クラブは、生徒会組織として、予算や活動場所の面で優遇される。同好会は、 5人以上の生徒と顧問教師が集まれば生徒部の許可を得て作ることができる。同好会は活動実績と校内規定、生徒会改則による手続きを経てクラブへの昇格が認められる。最近では高校料理同好会が高校料理研究部に昇格した例や中学ロボット、研究同好会が昇格した例がある。囲碁将棋部は 全国高等学校総合文化祭において1区度か準優勝しており全国的に知名度が高い。また高校ロボット同好会は2006年ロボカップジュニア世界大会ドイツにおいて準優した。1978年にバスケットボール部が全国中学校バスケットボール大会にて準優勝した。中学弓道部は武道館で行われる全日本。 少年少女武道連成大会と明治神宮で行われる全国中学生、球道大会毎年必ず出場している。2010年は第7回全国中学生球道大会において団体全国準優勝の結果を残した。水泳部もほぼ毎年全国大会に出場している。2008年の京都市中学春季総体で陸上部員が100メートル層で優勝し、 予選では11秒31の大会新記録を出した。また2011年には中学公式テニス部が団体で全国大会に出場を果たし、ベスト16という結果を残している。アルファベット表記はクリスマスタブローズイエスキリストの誕生を祝う行事であり、タブローは活人画を意味し、12世紀頃フランスで始まった。キャストのセリフはなく、 聖書朗読により物語が展開される。予言に始まり、受体告知、天使の羊飼いに対する、お告げ、ヘロデ王、天使の導き、そして馬小屋での越見、メシア救い主の誕生までの八幕、約二時間を、聖歌体やハンドベル演奏、フルートやバイオリンによる独奏を混ぜながら描く。1966年に同志社女子中学校。 高等学校のページェントを元にして始まり、2015年に第50回目を迎えた。一般にも公開されており、ここ数年は、天皇誕生日の12月23日、祝午後4時よりやれている。前日のリハーサル、22日午後2時より、も公開される。例年の来場者数は、リハーサルと本番合わせて、約1800人から2000人程度。 中学1年生全員と約300名の中学2年生から高校生の有志の生徒によって実施されている。中学1年生はキャストもしくは聖歌隊として出演する。他の学年はキャストもしくはスタッフとして参加する。スタッフは演出や舞台監督、総務などの12のパートに分かれて準備をしている。2008年には 準備からリハーサルまでをまとめた特別番組が KBS 京都で本番翌日24日の午後7時より放送された。また2009年12月24日、2010年12月24日にも同内容同時間で放送された。現在は中学入試のみ実施されている。前期日程と後期日程があり、実質倍率は前期日程で2.3倍。 後期日程で4.2倍程度である。現在は、前期日程、後期日程ともに、4教科型、国語、算数、社会、理科と3教科型、国語、算数、理科を選択することができ、出願時に決定しなければならない。過去に実施されていた面接は、現在は実施されていない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。